東京千代田区の半蔵門交差点では、警視庁の警察官がドライバーに対して警笛の代わりとなるポンピーと呼ばれる指揮棒を使用して注意喚起をしました。都内では今年に入って小学生の児童らが車にはねられて死亡する事故が5件起きています。麹町警察署の管内では新型コロナウイルスの影響で交通量は減少傾向にあるものの、ドライバーがスピードを上げることで人身事故が増えているということです。ドライバーから見て青信号でも、特に子どもさん体が小さいので死角になる場合もございますので、子どもさんの動きにもよく注意していただきたいと思います。家庭でも交通安全について話し合いをしてほしいとしています。